はいどうも、白熊先生です、えー。僕はですね、普段教育業界で働いていて、子供たちに勉強して,てるわけなんですけども、このチャンネルはそんな僕が気になるニュースについて解説、考察していこうっていうね、チャンネルとなっております。えー、よかったらラジオ的な感覚でお楽しみくださいと。と え今回ですね取り上げたいニュースニュースが何かっていうとですね松本ひとしさんのレイプ告発のですね続報となっておりますこれは何かというとですね実は松本さんですね過去にですねなかなかの問題発言をですね普通にメディアで繰り広げているわけなんですよねうんで結局ですねその過去の発言があるからこそ今回こういう告発をされた時にですねそのことがですね引っ張り出されてですねまたですね叩かれてしまうわけなんですねうんま今回はですねじゃあ過去に松本さんが一体どんなですねかなりヤバい発言をしたのか のかってことをですねこれ何個もあるとですね一気にまとめてですねちょっとご紹介していきながらですねちょっといろいろと今後の展開考えていこうかなというふうに思っております。えー、まずなんですけども 松本さんがですね、主にですね、そういった発言をしてしまうのはですね、えー、その、ラジオと本ですね、この二つがですね、一番多かったと僕は思います。え、テレビではですね、意外としてないんですよね。まあおそらくなんですけど、テレビの場合はいくらなんでもやっぱり言い過ぎちゃった場合は、カットとかできちゃったりするじゃないですか。まあでも本っていうのはね、結局その自分の思い、まあ特に自分が思ってることをですね、そこにまとめたみたいな本だったんで、衣装とかね、はい、っていう本が売れてるんですけど、まあだったりとか、あとはラジオもですね、芸人さんたちがですね、裸のね、姿を見せれると言いますか自分が、 言いたいたことが一番言える場が番ラジオだみたいなことを言う、ね、芸人さんもいっぱいいらっしゃるので、まあ、そういう風にですね、テレビみたいにいろんな、ね、大人がです、ね、関わってくるものよりも、本とかラジオみたいにこう割と自分の思いがそのストレートに出せるとこほどですね、そういった発言がですね残ってるっていう感じではあるわけなんですね。うん、で、えー、まずですね、ご紹介したのがですね、えー、そのラジオの方なんですけども、えー、このね、松本さんは過去にですね、放送室というですねラジオをやってらっしゃいました。 で、これはですね、だいたい2000年から2010年くらいまでですか約10年間続いたやつなんですけども、すごいですね、人気のラジオ番組で、最終的にですね、武道館でですね、公開収録をするくらいの人気にもなっていました。で、誰と話してるかっていうと、えーまあ、浜田さんじゃなくてですね、高須さんという方なんですね。でも、高須さんという方は何かというとですね、その松本さんと浜田さんの幼馴染みなんですよ、同級生、同じ小学校に通っていた。はい。で、松本さんはそのね、高須さんのことを面白いというふうに認めていて、で、高須さんがですね、二十歳とかそれ過ぎ、 それぐぎくらいかなうん。の時にですね、もうそのダウンタウンさんは、その大阪で芸人として活動されていてですね、その高須さんの面白さを認めていたので、よかったら俺たちのブレンにならへんかって言って、それで高須さんを招き入れたんですね。そして高須さんはお笑い業界に入っていって、そこから放送作家としてどん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 腕を上げていって、まあ、最終的にはですね、放送作家業界の中ではかなりの重鎮っていうところまで行きました。うん。多分ですけど、皆さんがですね、見てね、見たことあるような有名番組って、高須さんがですね、作家に入ってるパターンがめちゃくちゃ多いと思います。はい。 はい、でそのようなですねいわゆるその。 幼馴染なわけですよ高須さんと松本さんはで。そんな2人がラジオをやってるからこそ、まあ、余計ですね、結構いろいろ本音がポロ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 で必要以上に出てきちゃうわけなんですね。はい、で、例えばですね、じゃあどんなことを言ったのかっていうとですね、まあ、基本的に女性関係をね、ちょっとピックアップしていきたいんですけども、はいえ、まずはですね、最近老けたなっていう話を2人でしたんですね。俺たちもう老けちゃったよな、みたいな話を、うん。で、そこからですね、話の展開としてはですね、いやいや、男はまだいいけども、女は年取ってくると本当悲惨やでって話になってくるわけなんですね。うんで えー、それまでどれくらい悲惨かっていうと女の30は男の50やっていう話をしだすんですよ、はい、で2人でそれを笑ってそうやそうやって言い出すんですね、まあ、これどういうことかっていうと女性の30歳の価値は男の50歳の価値と一緒だよということを言ったわけですね、うんまあ、つまり女性は本当に若くないと価値がないと、ね、もう30歳まで行っちゃったりするとかするともう男と50歳と同じくらいの価値でしかないんだよということを言うんですね、うんまあ、でここからさら、ね、にどんどん話が発展していっていかにです、ね、女性は若い方がです、ね、素晴らしいのかっていう話になっていってしまいます はいえー、で例えばなんですけども、えーね、よく男が10代が好きだとか言うと、それに対して犯罪じゃんとか、犯罪だ、気持ち悪いとか騒ぐと、はい、ただ、あれは、ね、女たちは必死だと、はい、必死で汚い戦法を使ってくると、でこれそれはどういうことかというとです、ね、要は例えば男が、ねまあ、それこそ松本さんが10代が好きだっていうと、それを犯罪じゃん、ね、気持ち悪いっていうのは、自分がそれを認めてしまったら、自分のです、ね、価値が、立場がなくなってしまうからだって言うんですね。うん そう。つまり、その10代のことをですね、えー、世の中のおじさんたちが好きだっていうことをですね、認めてしまうと、例えば自分が、その女性が20代とか30代だったとかするとですね、じゃあ自分はどうなるんだっていう話になっちゃうわけじゃないですか。ね。 だからこそ、そのおじさんたちが10代を好きという感性を許さないんだっていう風に言ってるわけなんですね。うんまあ、なかなか暴論な気もしますけどね。<laughs> いやシンプルにおじさんが10代の少女が好きだって言ってることを気持ち悪いというシンプルに思ってるだけだとね。いう風には思うんですけどもまあ、松本さん曰くですね。いわゆるそのシンプルにキモいと思ってるんじゃなくて、自分の立場を守るため、自分のためにですね。怒ってるだけだという風に言うんですね。うんさらにですね。そこから話がどんどん発展していきます。はい、もうはっきりと言ってですねえ。はっきり言ってですね。もう松本さんが。 その女子高生がいいのはね、もう当然だと。はい。ただ、その女子高生が好きなのは別にロリコンじゃないと。ね。そのロリコンに入るのは、それこそ小学生とかだと。はい。女子小学生が好きとかだったらロリコンだけど、女子高生が好きなのは別にロリコンじゃ全然ないぞっていうですね、ことを言い出すわけなんですね。うん。で、さらに言うと、いや、もっと言うんだったら、その体、肉体だったりとか胸なんてもう16がピークやでって言うんですね。はい。あの頃が16歳の胸や体の張りがピークで、それから先はどん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 衰えていくだけやっていうふうに言うわけなんですね。うん。 だから、えーね、女子高生の方がそんな、ね、年いった人女よりも女子高生の方がいいに決まっとるやろみたいなことをバン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 言うわけなんですね。はい。これなかなかすごいですよね。ここまで言うのかっていうね。うん。で、えー、さらにですね。 そのですね、その女性の悲惨さについてさらに語るわけなんですけども、例えば、その女性は才能があっても意味がないって言うんですね。はい。それはなぜかというと、持てないからだと。はい。男は才能があると、ね、えー、そのどんな武者役でも全然持ってたりするけど、女性はいわゆるその才能があってもですね、ブスだったら持てないと。はい。いうこと言うんですね。だから、才能なんてあったってあいつらはね関係ないんだよってこと言うんですね。うん。まあ、ただ、ここに関しても言うとですね、男は結構、その持てるために何かを頑張る。例えば、持てるためにプロ野球選手になりたいとか、持てるために芸人になりたいとか。 あったりするけどあんまり女性って何か自分の夢を叶えたいってなった時にモテたいってのが入ってるパターンってそもそもないと思うのでまあ、だからですねその才能があってもね意味がないつまりその才能があっても女性はモテないから意味がないっていうのはそれはあまりにも男的な感覚で見過ぎかなっていう気はしますよねうん。まあ、例えばですけども男で将来俺はバンドマンになるんだって言ってるやつってモテたいっていう感じもあると思うんですよでも女性で私将来ガールズバンド組みたいのって言ってる人でその理由がモテたいってあんまない気がしますよねうん。まあ、だから男の場合はやっぱりですねまあ、夢い 以外にもも何ででそうなんですけど例えば職業を選択するときどんな企業に就職するかとかでもそうなんですけど割とですねその常にこうモテというものがですね、えー、身近にあったりするわけなんですよね、うん、モテるものをなるべく選択したいと、はい、でそういう感覚があるからこそ、ねうん、どんなに才能があって、ね、頑張っても女はね才能だけじゃモテないから悲惨だというねま,まあすごい男ならではの感性といいますかそういう目線でしか、まあ、松本さんは語りないんでそういうことをおっしゃってるっていう感じなんですね、はい、で続いてなんですけども、うん ここからですね、男と女の浮気論にですね、さらに話が入っていきます。はい。で何かっていうと、まず第一に、男の浮気はいいけど、女の浮気はダメだっていうのが松本さんの基本的な考え方なんですね。はい。つまり、その男と女の浮気は違うからということをですね、言うわけなんですよ。はい。男はしてもいい、女はダメだとね、はい、言うわけなんですね。で、それはなんでかっていうとですね、その松本さんが言った持論が何かっていうと、例えば自分のね、お父さんお母さんがいると。で、お父さんが浮気したときと、お母さんが浮気したとき、どっちの方が嫌だと思う って言うんですね高須,さんに、はい、で高須さんも、まあ、それはどっちかっつったらおか、ね、お母ちゃんの浮気の方が嫌々やなとかうんですね。それに対して、そう、それが答えなんだっていうんですね。はい、そうだから、女の浮気はしちゃダメだと。はい そのお父さんとお母さんどっちが浮気したってなった時にお母さんが浮気したってなった方がなんか世間もね、周りの近所の人たちもね、旦那が浮気してるんだったらあの旦那さんまたそんなことして本当はホやわーくらいな感じだけどその奥さんがやるとうわーみたいなみたいな,たいなおぞましいみたいなね、はい。そういう感じでそのね、その女性の浮気に関しては見るから、うん。 だからこそですね、女性は浮気しちゃダメだと。ただ男はいいんだよっていうことなんですね。うん。まあ、ただここに関して言うと、確かにその世間で言うと芸能人の方、芸能人とかの方が浮気した時とかも、男性が浮気不倫した時よりも、女性芸能人が浮気不倫した時の方が、なんかその後のダメージがでかいイメージがありますよね。うん。同じ不倫なんだからダメージは一緒なはずなんですけども、やはりですね、確かになんかこう女性の方がそういう側面もあるのかなっていう気はします。はい。まあ、でも、でもですよ。でも、だからといって、イコール男の浮気がいいっていう わけででははないいすからね、はい、そうつまりその女の浮気の方が世間的にダメージがでかいっていうのは確かに一定数のねその事実なのかも一定の事実はそこにあるのかもしれませんけどもでもだからといってイコール男が浮気しててていいいとははまた全然話っっ別なんですよねこれって、はい、そう基本的には男であろうと女であろうと浮気ってしちゃダメなんですよ。はい ね。女性の方がよりダメージが強い側面がもしかしたらあるかもしれないけど、だからといって男が浮気していいわけじゃないからねっていうね。はい。ことなんですけど、その辺がですね、松本さんの理論で言うと、なんかすごいこう飛躍しちゃってる感じが、うん、しますね。はい。で、えー、続いてはですね、松本さんの本ですね。はい。これね、えー、何百万本売れた本があるんですけども、その中でですね、松本さんが語られていた部分ですね。これちょっと読みたいと思います。はい。これ、親心っていう欄なんですけどもね。うん。当然ですね、これを書いた時の松本さんはですね、結婚もなさってないし、子供もいない時ですね。はい。 自分が若い頃ろ、よ、え、う、ー、女遊びをしてたおっさんに限って、えー、娘ができたらそれをごっつい可愛がると、はい、大事にしすぎるとああいうのは、えー、嫌やろと俺嫌やろって言うんですね俺なら、えー、自分に娘ができてもそいつがいろんな男に回されようがそれはもうしゃあないと思うそれは自分もやってきたことやからっていうんですね。はい すすごいいこと言いますね、うん。自分の娘ができたとしてそいつがいろんな男に回されたちなみにこの回されるっていうのは林郭と書いて回すって読んでますねでちなみにこれ林郭って何かっていうと要は女性1人に対して男が複数人で、まあ、そういったことをすることですねはいそれを林郭つまり回すっていうふうに言ってるんですけども、うん、自分の娘ができてそいつが、えー、でいろんな男に回されても知らないと思うとそれは自分もしてきたことだからと言ってるんですねうん つまり松本さんは過去にですね、女性を回してきた、敏感した過去があるということですね、本ではっきりとおっしゃってしまってるというね、話なんですね。うん、そして、それから数十年経った今、松本さんはもう結婚されて、お子さん、娘さんが生まれていて、その娘さんのことを溺愛しているっていう風に考えると、うん、なんか皮肉な話と言いますかですね。うん な考えちゃいますよねいろいろねじゃあ松本さんはねもしもじゃあ自分の娘が今回されたとしても同じこと言えるのかっていう話ですからね絶対言わないでしょって話なわけで絶対に警察にねあの書き込むなり何な,なりして対応するでしょって話ですよねはい自分の娘がね本当に今いる松本さんの娘さんがじゃあ回されてもいや俺もな若い頃はな女をよう回しとったからなお前の私俺の娘のお前が回されたとしても今回の件については警察にも言いませんっていうふうに松本さん言うのかって話なわけですからねうん はい、まあ、このように、ですね松本さんは結構過去にですね女性関係に関して言うとかなりですね問題発言が多いことが分かります、はいまあ、ただですよ、ただただね、うん、こういった過去の問題発言を引っ張り出してきてですね松本さんを叩くのは良くないことだそれはどうなんだって意見もやっぱり一定数あったわけなんですよねでそれは何でかっていうとね、えー、今はもう丸くなったしいいじゃないかっていう意見なんですよ結局それ、うん、つまりそうヤンキー理論だと思うんですよ、ね、要はヤンキーみたいに過去ね学生時代ヤンキーやってました周りにどんだけ迷惑かけてましたとねただ ただ、そのヤンキーが今は構成して、普通に立派に働いて、家族を持って、所帯を持ってね、普通にね、月金でちゃんとサラリーマンとして働いているとするんであれば、それに対してですね、おい、お前昔ヤンキーだったらしいな、そんな奴が家族を持ってどういうつもりなんだよ、昔いろんな人に迷惑かけたくせに、何が今真面目になりましたらこの野郎みたいな感じで、その人にそういう風に責めるのはどうなんですかってことですよね、要は、う。ん でも確かにね、そうですよね。その、いくら昔ヤンキーだからとって、今はもうちゃんとまともにね、普通に真面目に静かに生活していたら、わざわざそんな何十年も前のこと引っ張ってきてね、お前昔はヤンキーだったんだろうが、おいとかってね、言うのは、それは確かにちょっとかわいそうじゃないですか。はい。まあ、ただね、ただ、 今回はちちょっっっとまたパターン変わててきちゃってるんですよで何でかっていうと松本さんは今回ですねレイプ疑惑が出ちゃってるんですよ。要はレイプを告発されちゃってるわけなんですよね。うん、つまり、いや、数十年前のことだからもう今は違うよね。丸くなったから昔のことは言うのはやめようじゃなくて今も現役で、えそういう考えなのってなっちゃうわけですよ。はい、ただからさっき言ったヤンキー理論で言うとですよ、うん、昔学生時代ヤンキーだったと、ね。でも今はすごい真面目なサリーマンとして普通にね、えー、そのね、 粛々と生きています、生活していますってなった時に、でも、そいつがもしかして今も現在も隠れて本当は昔ヤンキーだった時にやっていた悪いことをやっていたとしたらって話なわけですよ。はい。そしたら、いや、お前ってさ、昔もヤンキーだったけどさ、今も同じことやってんだね。うわーみたいな感じで、それ言われてもしょうがないよって話なんですよ。うん。いや、そもそもお前学生時代もさ、それと同じことやってたよな。まだそんなことやってんだ、みたいな感じで、ね、過去のことをですね、引っ張り出されてもしょうがないですよねって話なんですね。うん。 変わっっってててていいいい過去ややたことをやっていないとをなするんであればねわざわざそんな何十年も話をさ前の話を引っ張り出すっていうのはそれは引っ張り出す側が悪いと僕は思うんですよ正直言って。はいただ、えー、今現在も同じような感じ丸くもなってない何も変わってないあの頃と何も変わってないことがもしも分かってしまったとしたら発覚してしまったとしたらそれに対してやんややんや言われるのはこれは僕はしょうがないことだよねっていうふうに、ん、すごく思います。はい っていう気がしますね。はい。うん。まあ、だから、まあ、ちょっとこの辺に関してはね、ちょっと自業自得かなっていう感じがしますよね。うん。まあ、一応ね、松本さんのファンの中には過去のことを引っ張り出してきてわざわざ言うなんてどうなんだっていう意見もあるんですけど、はい。うん。それは松本さんが何かやってる、変なことをしてるかもしれないっていう告発をされてなかったような話なんですよ。されてない世界の話だったら、その発言はしていいけど、されるような方だって分かっちゃった以上、やっぱり引っ張り出されるのは、これはね、しょうがないよっていうふうに僕としては思いましたね。はい。 だからこういう本だったりとか、そのね、ラジオとかの内容がしっかりと作品として、それこそさっき言った放送室、ラジオで,ですね、そう CD で普通に発売とかもしてましたから内容をね。はい。だから、いわゆるその作品として世に残しちゃってる以上ですね。だからこそ自分の考えといいますか、今のね、行動というのをきっちりですね、律してほしかったなっていうのが僕としての感想ですかね。うん。というわけでですね、今回はこの辺で終わります。この話で,ですね。ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメントの人はぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。